ミュエル、ワナワンカンダニエルの指名で、アイスバケツチャレンジに参加、とても光栄です。動画あり、写し。マコトイコールサミュエルインスタグラムサムエルが、2018アイスバケツチャレンジに参加し、心温まる善行を続けた。サミュエルは13日午後、自身のインスタグラムにアイスバケツチャレンジに参加した映像を公開した。サミュエルは、ワナワンカンダニエル兄さんの指名により、2018年アイスバケツチャレンジに参加することになりました。意義深いキャンペーンに参加できるように指名してくれてありがとうございます。と挨拶しながら自身を指名してくれたカンダニエルに感謝を伝えた。サミュエルは続いて、僕の応援が韓国発の ALS、筋萎縮性側索硬化症、療養病院建設に少しでも役に立ってほしい。多くの方々の関心と応援が持続的に続いてほしい。そして僕は誰も指名せず、多くの方々が意義深いキャンペーンに参加してくれることを願います、と付け加えた。そして、サムエルは用意した氷水を浴びた。TND ミニアルバムのリパッケージアルバム、ティーンエイジャーの活動を成功裏に終えたサムエルは、アリランテレビの代表番組、ポップスインソウルの MC、ドラマ、復習ノート、シーズン2の撮影など、様々な分野で次世代の万能エンターテイナーとして活躍している。